おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことで今日も元気にサカツクやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さて本日ね、何の話をしていくかと言いますと、こちら年末ゴールデンプライスアニバーサリーガチャ、ガチャの本体性能&選手性能徹底解説させていただきたいと思います。ってことで、いやーもうねワクワクが止まらないので早速始めていきましょう。さあまずいつも通りね、選手の前にガチャ自体がどうかっていうところを見ていきますが、まず通算ボーナス、これは嬉しいですね。100連と300連でそれぞれ交換チケットが用意されているので、ここに関してはまあ引いたけど手に入らなかったってことがないっていうメリットは大きいかなと思います。ステップの方を見ると、こちら覚醒仙人コーチがメインの報酬になっていますね。っていうことは、まあ手に入れた選手を2段階覚醒するのはすごく容易ですが、逆に言ってしまうと限界突破の素材としてはステップ10のこの一つだけなので、まあ、ちょっとそこがね、1段階目2段階目とかが真ん中にあってくれれば最高だったなって感じはします。で、特別獲得枠が 10%、30%、50%、60%、70%、 ステップ10で確定とあるんですが、まあ、正直ここに関してはね、ちょっと微妙、ちょっと厳しいこと言いますが、個人的には微妙です。正直確率 6% しかないので、特別獲得枠のあの数と 6% で、しかもラインナップが合計10人かなっていうことを考えると、正直結構厳しいなっていうのは感じますね。さあそうしたらですね、こちらのこの合計10名の選手たちの性能を見ていきましょう。まずはラダメル・コロムアニからいきます。13,400 のセンターフォワード、特徴3つ、エクストリームトラップ持ちの選手です。まあなんでエンバペじゃなくてコロムアニなのって思ってる方多い通り、私も思っていますが、まあ、エンバペが来ちゃうとエンバペも当たりにしなきゃいけないので、あえてこのワールドスターズの中でちょっと微妙なポジションを作るという意味で選出されたのがコロムアニですね。総合値も低くはないですが、このガチャのクオリティの中では圧倒的に低いですし、特徴も3つということで、なかなか今回厳しい選手になってきてるかなと思います。ただエクストリームトラップはめちゃめちゃ強力なトラップスキルなので、そういう意味ではコロムアニを仮に使わないとしても、トラップの餌と割り切るのであれば個人的には十分かなと思います。お次が今回の中でも、まあ、指折りの当たり、カールハインツルンメニゲですね。15,563 ラインブレーカーということで、今回のフォーメーションコンボでも必須のプレースタイルです。賛美の支配者はフォワードのカウンターの選手のシュートが特大、トラップメンタルが小、シュートスキル発動率大アップと決定力をぐっと底上げしてくれます。鋼鉄の騎士でパワースピード、まあ、フィジカルですね、プラスシュートが大アップしながらオフェンス能力大、シュート特大アップということで、まあ、自身のキーマン特徴も合わせて尋常じゃない決定力を誇ります。ラインブレーカーらしくスピードパワーというフィジカルが強いんですが、まあ、その分ドリブルがちょっとできないのが欠点ではあります。スタウネンシュートは味方選手全員のスタミナを消回復、相手選手全員のスタミナが小ダウン、ゴールキーパーのスタミナは中ダウンです。まあかなり強力ですね。まあちょっとなんかすごいスタミナ管理系のスキルが来たなって感じです。まあなんでルンメニギは本当にシュート意識上げてどんどん打たせていきたいですよね。あとキャノンヘッドがあるので、まあ、空中戦も戦えますよと。本当にフィニッシュに特化した、ただフィニッシャーではないそんな選手になってます。お次レオメッシですね。バンディエラ来ました。素晴らしい。瞬戦、ドリブルスピード特大、シュートが大アップです。あとマルチクリエイター、シュートトラップ特大、パス大アップ、まあメッシらしい性能といえばメッシらしい性能ですね。まあ、ただこのワールドスターズの象徴っていうバンディエラが、まあどこまで必要なのかって話にはなっちゃいます。てかメッシが持つ必要があったのかっていうようなイメージですね。これはメインスキルがヒロイックで、サブでセイビアということで、ここら辺はまあ新しい感はないかな。
シュート SS、パス SA、ドリブル S、トラップ SS ということで、まあメッシにしてはドリブルが低い、まあ、最近のメッシがそこまでゴリゴリドリブル仕掛けないのでっていうところもあるかもしれませんが、ちょっと今まで我々がね期待していたメッシとは若干性能変わってるっていうのが今回のメッシのポイントです。そしてこちらがフリースキルバージョンですね。空いてます一つね。メッシいいですね、これ MVP ですからね。さすが、まあワールドカップの MVP になりましたので、まあ、それが1年後に反映されたと、そういうことですね。お次ミシェル・プラチニです。ミドフィルダーのエリア特徴、フォワードエリアではドリブル特大、スピード大、ミドフィルダーエリアではパス、パスカット特大と、まあ、どちらにおいてもかなり強力な、そんなエリア特徴を持ってます。ゴールブレーカーでシュートとパス、衝撃の名手でオフェンス能力とパスをがっつり底上げしていて、メインスキルバイタライズですね。味方ミドフィルダーのスタミナ中回復、相手ディフェンダーのタックル大ダウンです。パス SS、 シュート SS、 ドリブル A ということで、単独での突破はそこまで得意ではありませんが、まあ、十分すぎるぐらいの破壊力でしょう。まあ、特にこのエリア特徴でね、まあ、前線に置いた時のドリブル特大シュート大は正直本当に破格の強さな気がしてます。お次ギュンドアンです。 OMF、DMF 両方できちゃう万能な賛美の演出家、エリアの陣王でオフェンス能力とトラップメンタルが大アップ、攻撃の主戦車ということで守備能力とパスパワーが大アップしてます。これ結構嬉しいところで、今回のフォーメーションコンボだと DMF1 枚でかなりきついので、まあ、その中でギュンドアンを OMF で使うとね、まあまあ守備もできますし、ギュンドアンの3尾の演出家のチェーンスキルは相手ミドフィルダーのスタミナをショーダウンさせながら、その先で受け手の選手がトラップを選択した場合必ず発動するっていうねコンボが組めるので、まあ、ここは本当に素晴らしいギュンドアンらしいチェーンスキル持ってきたなっていう印象です。ブレイクスルーパスいいですね。味方ミドフィルダーのパワー特大アップ、面白いスキルだと思います。相手ミドフィルダーのスタミナショーダウンも強いですね。パス SS、 ドリブル SB ということで決定力がないのが弱点ですが、パスカット A、 マーク A と守備ができるのでフィニッシュを任せるというよりは本当にビルドアップ任せるような、そんな選手にするといいんじゃないかなと思います。そしてお次はルカ・モドリッチですね。パスカット SS、 タックル A、 マーク B と、結構これはモドリッチらしいなって性能ですね。モドリッチめちゃめちゃタックルでボール奪う選手というよりはポジショニングと視野が超広いから、マークしつつボールをねパスカットで奪うことがすごく上手い選手なので、まあモドリッチらしいです。5つのハイパスカット長でスタミナ落ちないのは当然強いですし、聖域でパスカット、パス、流撃の主戦車でディフェンス能力、パストラップということで、まあ、モドリッチらしい、そしてダイナモらしい性能に仕上がってるなと思います。メインのクワイエットトラップはロングパスを選択した場合に必ず発動するチェーンスキルです。まあ、ロングパスもともと持っていないので一ついいものをつけてね、まあ、どうしてもやっぱり今回のワールドスターズは DMF の守備力っていうのはすごく求められることになると思うので、まあ、ちゃんと育てていく必要があるなというのがモドリッチの感想です。さあそしたらルンメニゲ、メッシュと並んで大当たりのパオロ・マルディーニですね。レフトサイドバック、センターバック両方できる、まさしくカテナチオの後継者、レーン特徴を持ってます。チーム戦術カウンターの時にセンターレーンのドリブル特大、タック大、パワー中、こいつ熱えぜって感じです。ドリブル特大だけで十分強いのにタックル大、パワー中はもうさすがですね。砲撃の熟達者でディフェンス能力特大アップ、パス大アップなので特徴3つですけれど、まあだいぶいいバフがかかってるなって感じです。タックル SS、 パスカット SS、 マーク S、 パスカット、あ、パス A、 SA とまあ本当に弱点のない能力構成ですし、まあ、レフトサイドバックに置いた時に自分自身のドリブル突破はできませんが、クロスを上げるだとか後方からのビルドアップって面でも問題なくできちゃいます。メインのフエルサは相手ミドフィルダーのスタミナを削りながらディフェンダーのスタミナとパスカットを上昇してくれます。まあ、スタミナ中回復しつつタックルも特大上がってパスカットも特大上がるので、まあ、1対1で相手のドリブルを下げるようなタックルではありませんが、マルディーニのタックル SS っていうことを考えると、まあ、十分以上に強力な、そんなスキルじゃないでしょうか。そしてグバルディオルですね。
センターバック後方の指揮官エンムフラッシュフィードに、まあこちらはまあちょっとねどうしてもまあパオロ・マルディーニと比べるとパッとしないかもしれませんが、まあ中央突破のグバルディオルの餌にねこっちをしてもいいし、逆に中央突破をこっちのグバルディオルの餌にしてもいいし、まあ組み立てセンターバックっぽい性能ですけどディフェンスリーダーです。ウィンスキルのフラッシュフィードが強力で味方ディフェンダーのスタミナ回復しながら相手ディフェンダーのマークダイダウンですね。そしてラストがオリバー・カーンです。キングオブゴールキーパーパレスセーバーセービング特大パワーパスダイアップです。14800のさすがの総合値にアブソリュートセーブ、自身のスタミナ消回復、相手フォワードのスタミナを下げながらセービングを超特大アップして相手フォワードのシュートをショーダウンします。ショーダウンって聞くとちょっと微妙かもしれませんが、3尾の投手になると相手選手全員フォワード選手全員のシュートを超特大ダウンするので貫突した時のこのスキルが破格です。すげえ。プリサイスブロック持ってるので飛び出し持ってるのもいいですね。もちろん能力もトップクラスでセービング SS 飛び出し SS ハイボール SA とまあ硬いですね。はい、ってことでですね、もう素晴らしいの一言です。ワールドスターズルンメにメッシにプラティニマルティニカーン、もちろんギュンドアンも素晴らしい性能してますし、まあ、激アツな内容になってるんじゃないかなと思います。まあ、ちょっと今回ね、まあ、繰り返しになりますがフォーメーションコンボが癖強です。 3-4-3 で DMF1 枚ウィングとかレフトライトミッドフィルダーなし、まあ、以前来ていた中央カウンターの同じくウィンガーとかがない、ミラン染めが弱かったので、まあ、それとね同じ道をたどるんじゃないかという一末の不安もありますが、まあ、それでもねぜひぜひ今回マルディーニやルンメといったトップクラスの選手来てますから、気になる方は引いてみてはいかがでしょうか。ってことで本日の動画ここまでにいたします。ご視聴ありがとうございました。ぜひねもう引かれた方どんな結果だったかコメント欄でシェアしていただければ幸いです。皆様の陽気ゲームライフに乗ってます。豆腐でした。バイバイ。